ード全部脱いでくれ。ごめん、そんな悲しい顔させるつもりはなかったよけど。なんか性格が攻めてくるやん。今の話聞かせてもらったよ。お、手塚と真田が何かお話ししてる。お、なんか管理小屋と炊事場で噂が飛び交ってるんですが、多分これは大石が噂してくれてる手塚の噂と、あと3つは多分真田のものですね。仁王もあるのか、わかんないけど、とにかく今立会が温泉のせいなのかわかんないんですけど、2位から4位を立会が占めているので、多分このせいで噂が飛び交っているんだな。さっきのアイコンが出たってことは、確実にここにイベントがあるので、そしてここにも真田いるから、また真田と仲良くなって噂増えちゃうかも。まあでもイベント見ましょう。ういうい、いや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 、ちょっといい？いや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 、富士何してる？いやいやいや、ちょい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 、今はダメだよ、イベントあるもん。あー、すみません、今ちょっと忙しくて。忙しいよ、イベントだよ。あ、そうなんだ、ごめん、邪魔しちゃったね。それじゃあ。ごめん、そんな悲しい顔させるつもりはなかったよけど。ちょ、ごめんな、富士。ごめんよ、富士。あー、手塚さんと真田さん、何話してるんだろう。おう、雪村は順調のようだな。おうおうおう。ああ、退院したばかりだから、本来ならこの合宿はやめさせようと思っていたのだが。そうだろうな、なんで止めなかったのか不思議だよな。ご両親と主治医だ。むしろどうして来られた。本人のたっての希望で参加した。本人のたっての希望でも、ご両親とお医者さんは止めなきゃいけなかったのでは。さすがだな、これで立会はまた強くなるか。あ、まあ、この合宿でテニスが向上するとはとても思えないんですが。当然だ、関東大会ではしてやられたが、全国ではそうはいかんぞ。我が立会の全国3連覇は揺るがん。おお、ただこの合宿にはテニス部員としてのメリットはあまり感じないのですが、デメリットならいくらでも挙げられるんですけどね。メリットがあるとすると、 5% に満たないくらいの確率で彼女ができます。俺たちも負けるつもりはない。ああ、できれば決勝戦で当たりたいものだな。お前たち声楽を叩きのめして、全国制覇に花を添えたい。ああ、お前とは公式戦でまだ戦っていなかったな、真田。ああ、うん、越前にリベンジもいいが、お前と真剣勝負できればそれが一番だ。ははは、そやね。このセリフは全国見てると熱いですね。しかし、その前に確認したい。左肩の方はもういいのか。うん、無論だ。うん、左肩、もしかして手塚さん左肩を怪我してたの？そうか、では以前のお前の力を見ることができるのだな、全力のお前を。うん、ああ、期待してくれていい。うん、それは楽しみだ。ではな。おう、真田がこんなに大きな声で笑うなんて珍しいな。ただ悪役みたいな笑い方。ああ。それでさっき手塚さんは左肩を、どうしよう、私のせいで怪我が悪化してたら。確かにさっきとんでもないこと起きてたからな。あの手塚さん、痩せ我慢してるのでは。ん、どうした？どうしたもこうしたもないよ、今の話聞かせてもらったよ。あの、肩は大丈夫ですか？ああ、肩？ああ、昼のことか。大丈夫だ、なんともない。ああ、いや、これは痩せ我慢ない。ちょっとつついてみろ。でも、さっき手塚さんは肩を怪我していたって聞きました。もし、
私のせいで怪我が悪化していたら。心配はいらない。軽く小石が当たっただけだ。俺も少し過敏になっていたようだ。ああ、なるほど、にしてもやっぱちょっと俺は心配だから確認しないといけないな。ちょっと軽くつついてみろって。本当ですか？少し見せてみてください。見てわかるの俺。疑り深いな。ああ、せやな。こんなところで出してどうする見てわかるの俺。どうだ、別にあざになっているわけでもない。それ以上気にするな。ああ、ありがとう。なんかちょっとわざわざごめんね。こんな、しかもなんか焚き火が灯っている中わざわざ肩を出させてしまって申し訳ないよ。あ、はい、よかったです。ただ こっち側見ても仕方ないんだよな。もし見るとしたら肩の後ろ側とか、その肩の今隠れてる部分を見たいから、その見せ方だとちょっと不十分ですね。こんなんで俺が納得すると思うなよ。ちょ、もういっそ全部脱いで。余計な心配をさせてすまなかった。ああ、俺の心配は拭いきれないよ。もういっそ全部脱いでくれ。あ、そんな、私はただ手塚さんのことが、そのお、はい、俺のことを気遣ってくれたのは嬉しく思う。ありがとう。ああ、なんかいい雰囲気じゃない？ふう。いえ、こちらこそ。こんな雰囲気のとこ申し訳ないんだけど、俺はちょっとちゃんと見ないと納得がいかないんでね。ちょっとジャージ脱いで、背中見して。おいおいおい。今大石が継続して噂を出してくれてて、これ行きたいんですけど、手塚が管理小屋にいるんですよね。ただ、この親愛度なら多分ほぼほぼマックスになるんじゃないかなと思っております。むしろ心配なのは、未だにハテナが2つあるキーワードリストの方が深刻なのではと思っております。というわけでちょっと噂聞きに行きましょう。おい、カオルちゃん。あ、カイドウくん、ちょっと話がある。いいか。いや、ちょっとさすがにダメだよカオルちゃん。ごめんて、ごめんて、カオルちゃん。あ、ごめん、今ちょっと忙しくて。そうか、ならいい。邪魔したな。声楽のメンバーとても申し訳なさそうに帰っていくから、俺は倍申し訳なくなるよ。ごめんて、カオルちゃん。おいさ。ああ、何かよ。あ、明日の朝食の献立で相談があるんですけど。いいよ、何？あ、好きな食べ物を聞くんやな。明日の朝食、和食と洋食どっちがいいでしょう？そうだな、手塚には聞いてみた？いえ、まだ聞いてないです。そっか。あ、でも手塚ならきっと和食にしてくれって言うな。ほうほう、確かにぽいな。そうなんですか？ああ、手塚は和食が好きだからね。おう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 、おい、和食好き。あ、そうだったんですか。うん、だから聞かなくてもいいかな。あ、じゃあちょっと明日は和食作っちゃおうかな。おいさはどうなんですか？俺はどっちでもいいかな。まあどちらかというと和食って程度だ。おう、わかりました。あ、じゃあちょっと明日はお父さんとお母さんのために和食作るわ。他の人の意見も聞いてみた方がいいよ。ああ、和食作るわ。はい、どうします。明日のブレイクアスターは和食です。
なんか越前が言いたそうやな。うん、どうすべきかな。悩ましいな。ちょっと気になるな。でもここで油断しちゃいけない気がする。油断せずに行こう。なんか性格が攻めてくるやん。タカさん。あー、河村さん、ちょっといいかな。聞きたいことがあるんだけど。なんか部長との関係に気づいたのか、声楽メンバーがこぞって俺を品定めしにやってくるな。めちゃめちゃ声かけてくる。ダメだよ、タカさん。あー、すみません、今ちょっと忙しくて。あー、そうなんだ。ごめん、邪魔しちゃったね。それじゃ。いやいや、邪魔だなんて。タカさん、ごめんよ。タカさん、手塚さん、星を見てるんですか？ロマンチックボーイ。ああ、ここは本当に星がよく見えるな。ああ、ああ、ああ、一緒に見よう、ロマンチックボーイ。そうですね、都会じゃ考えられないほど星がたくさん。降るような星空というのはこういうのを言うんだろうな。おー、素敵な表現。ロマンチックな表現やな。じっと見てると吸い込まれそうです。あ、こちらもロマンチック返しで応戦します。ああ、本当に綺麗だ。あ、流れ星。噂が聞けますように、噂が聞けますように、噂が聞けますように。ん？何か願い事をしているのか？ああ、最後の一つの噂が聞きたいなって思っています。あと告白してください。ああ、はい。みんなが無事に帰れますようにって。ああ、俺すごく純粋な気持ち持ってた。いや、俺も純粋に噂を集めたいんやけどね。ちょっと不一致出ちゃった。ああ、そうか。そうだな。ああ、なんか気まずそうだね。肩つけないなら両親ついてこ。きっと大丈夫ですよね。どう思うんですか？あ、大丈夫だ。ああ、何？はい。いや、なんでもない。気にしないでくれ。お？今これ言っちゃおうかなってよぎってたのでは。あ、でも今はまだ言えないと。もうちょっと揺さぶったら吐くかも。はい。手塚さん、何か言いたそうだったけど。あ、これはあと一押しなのでは。お、おおおおおおおもろい動きしてたな。なんか手塚が藪の中に逃げてたな。さあさあ、事件の予感です。うん、あれ、手塚さん、あんなところで誰かと話してる。おう、アトベか。あれはアトベさん。あ、そうか、まずい事態になったな。おう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 。これはあれやな、あの龍崎先生が見つかっちまったと。あいつやらかしたぞって話をしてるやな。ああ、予定よりもかなり早い。このままではスケジュールを半分も消化できない。ああ、二人でこっそりおしゃべりするためにこの藪の中に あんな勢いで走ってたんやな。もう逆に目立ってたけどな。たく、同時踏んでくれるぜ。いや、ほんまやな。とはいえ、起きてしまったことはどうにもならん。何か対策を立てねばなるまい。はんはん、手塚はまあ自分とこの監督やからちょっとあんま強く言えないんやろな。しばらく時間稼ぎをするしか手はねえだろう。おう、時間稼ぎか。じゃ今回は手塚が何かに噛まれとく。正直あれは悪手だったけどね。計画自体を見直す必要もあるだろう。期間を短縮するなりの手は打たないと。ああ、この
試合2人だけで行ってるの。先生たちは何をしてるんだ。あいつらマジで無人島で遊んでるだけなのでは。そうだな。今からこの調子じゃこの先いつどうなるか分かったもんじゃねえからな。ああ、せやな。先生たちが羽を伸ばしすぎてるな。だがあまり性急にことを運びすぎると危険も増える。あまり無茶させたくねえしな。うん、誰が無茶することになるのその場合。ああ、ともかく明日一日は様子を見ようと思う。かなり強引になるが。うん甘いな手塚。そこはビシッと締めねえと余計なトラブルを招く羽目になるぜ。せやで手塚、余計なトラブル招いてた人が言うんだから間違いないよ。俺は俺なりのやり方でやる。どっちがいいんかな。そうかい。ま、お手並み拝見といくぜ。アトメ、お前の方は問題はないのか。あ、トラブルの方法です。全くなしってわけじゃねえ。だがお前んとこに比べりゃマシだな。そうかな。あ、でも今回日が中はおとなしいから海側は平和なのか。今回のトラブルメーカーは龍崎先生やな。あいつ多分バカンスだと思ってるし。ただ連中バカンス気分が抜け上がらねえのが困ったもんだ。そうだね、龍崎先生のバカンス気分はどうにかしてもらわないとね。ならばそちらこそ全体を引き締めるべきだろう。いや、生徒は大丈夫だよ。ああ、言われなくても分かってる。明日からそのつもりだからな。おう、今回の件はお前の方から連絡を入れておいてくれ。おう、ああ、分かった。じゃあな。ま、手塚から龍崎先生には言いづらいよね。遊びの方からビシッと言ってやってくれよ。一体何の話？手塚さん、私たちに何か隠してるの？ま、隠してるけど先生たちのせいで隠しきれなそうだよな。手塚さんと渡部さん、何の話をしてたのかな。もうとんでもない現場に居合わせてしまったな。そしてなんであの二人は俺に気づかなかったんだ。うん、散歩か。夜ももう遅い。あまり出歩かない方がいい。おお、なるほど。は、はい。うん。あの。なんだ。もう逃げられないぞ。証拠は上がっているんよ。さっき、偶然見ちゃったんですけど。手塚さん、渡部さんと何か話していませんでしたか？そろそろ俺に話さなきゃいけないことない？てか初日から言っとくべきだったことなかった？聞いていたのか。そんなに驚いていない。すみません、聞くつもりはなかったんですけど。でも何の話をしてたのかはさっぱりわからなくて。ああ、これごまかされてしまうのでは。そうか、ならいい。よくない。こっそり俺にだけ話してくれよ。俺にバラすくらい龍崎先生のやらかしに比べたら大したことないやろ。もう行っちゃえって。俺とアトベが話していたことは口外しないでほしい。ほう。手塚さんがそう言うなら。すまん。よし、謝らなきゃいけないこと他にあるやろ。そろそろ寝なければ明日に差し支えるぞ。おお、ごまかすなよ。納得いかんよ。あ、はい、おやすみなさい。おい、ちょっと待ってくれ。ちゃんと説明ができないならとりあえずここで服脱いで肩見せてくれ。どっちかだ。どちらかで納得をさせてくれないと俺は眠ることができないよ。おい、俺を熟睡させてくれよ。あ、おやすみ。ほら、もやもやして寝れないよ。ああ、
したの？なんだか元気ないみたいだけど。ちょっと納得いかないことが起きたんよ。そうかな。俺は今日眠れません。もしかしてお目当ての人とうまくいってないとか？なんでちょっと嬉しそうなんだ。ちょっとそういうのじゃないんだから。あらら、なんだか深刻そうね。深刻やで。俺もやもやして寝れないよ。なんか面白いエピソードとかない？文ちゃんが何かおかしなもん食べて怒られたりとかしてない？ねえ、赤部さんの様子ってどう？どうって、別に変わった様子はないと思うけど。ああ、なるほど。この様子だと今回辻もっちゃんはアトベに特に注目をしてないと。そう。やっぱなんかあったの？あ、いや俺は別にアトベとは何もないよ。今回は別に海側に手出してないから。うん、いいの、気にしないで。そう？だったらいいけど。ああ。うん。そろそろ寝よっか。俺は眠れないよ。肩の剣も父の剣も心配でね。うん、ランプ消すね。いいよ。おやすみ。おやすみ。あ。なるほど、やっぱりそこだよね。ああ、もしかしたらキーワードは出てくる時期がある程度決まってるのかもしれないっすね。なので、このハテナのキーワードは結構初期に取らないといけないものだったのかもしれないっすね。ああ、ってことはちょっと今回は無理だな。ただ、ハートはいけるんじゃないかとは思うんですが、まあ、どっちにしろこれやり直さないと取れないですね。まあ、これはちょっと今回終わってからまたやりましょう。ただ、この様子だとちょっと、明日からなかなかいろんな事件が起き始めそうですね。ちょっと上の方にあった噂なんでもう取れないかもしれないんですが、手塚っぽい噂が出てたらちょっとそれは優先して取りに行きつつやっていきたいと思います。あ、この海には本物の鬼がいる。さっさと戻ってきて、ここは羽ばたき地だよ。あの双子には魔力があります。こいつの足を踏むべきでは。俺の無人島の得意料理は海藻ゼリーです。今の環境捨ててこっち飛び込むの、もう恋愛どころじゃなくなってしまうか。さっさと言ってたら俺は膝小僧がいくつあっても足りないよ。